アレイジそれでは今回なんですけども、ファインペイで T ポイント10倍のキャンペーン。1月はファインマーは T ポイントと au ペイが断然お得ということで、今回はファインペイと T ポイントのキャンペーンが新たに発表されたので、早速そのキャンペーンの内容、そして還元率や1月のファミリーマートのお得な使い方についてサクッとお伝えしていこうと思います。ちなみに今回は大きくて3つに分けてお伝えします。 それでは早速一つ目のキャンペーンなんですけども、こちらですね。T ポイント連携したファインペイを提示すると、期間中1回 T ポイント50ポイントがもらえるキャンペーンとなっています。 ま、現在、ファミリーマートのスマホ決済、ファインペイには、t ポイント以外にも楽天ポイントや d ポイントが紐付けできるようになっていまして、その、ファインペイとツタヤの t ポイントを連携して、お会計時にファインペイのバーコードを提示すれば、t ポイント50ポイントがタなんとタダでもらえちゃいます。期間は1月の7日からすでに始まっていまして、1月の27日の23時59分までの間に行えば大丈夫です。 ちなみに連携した際にそのもらえる T ポイントの新定日なんですけども、2020年2月の下旬予定となっています。なので、すぐに反映されるというわけでもないので、ここに関してはお気をつけください。そして、先ほどお伝えしたキャンペーンに関連するんですけども、二つ目ですね。T ポイント連携したファインペイを提示で、 ファインペイ払いで何度でも t ポイント10倍というキャンペーンですね。このキャンペーンも期間は、まあ、先ほどお伝えしたキャンペーンと同様に1月の7日から1月の27日の23時59分までとなっていまして、すでにファインペイに t ポイントカードを連携している状態で、そこでファミリーマートで決済をした場合、t ポイントが10倍もらえるということになります。まあ、このキャンペーンの進定ポイントは1人当たりに上限は 1000ポイントまでとなっています。ちなみに、還元率で表すとこんな感じなんですよね。じゃんということで、通常の T ポイントがもともとその還元されるのは0.5%還元だったんですけども、今回は T ポイント10倍ということで、実質5%還元となります。そして、もしお持ちであれば、このファインペイに対してクレジットタイプのファインマ T カードでチャージをする場合は、0.5%分の T ポイントの還元があるので、 実質合わせて5.5%の還元も可能となります。ちなみにほとんどのファミリーマートはキャッシュレッション還元事業の2%のお店が多いので、この方法であれば実質7.5%分はお得にお買い物が可能となっています。以上がこの還元のキャンペーンについてでした。後ほどまた全体を通した還元率についてお伝えします。 あと、こちらのキャンペーンも同時に開催中です。ファミペイチャージキャンペーンということで、ファミペイに一度に5000円以上の現金をチャージすることで、ポケチキの無料クーポンがなんともらえるキャンペーンがあります。ちなみにこのキャンペーンなんですが、初めて現金でチャージをされる方には、無料でさらにポケチの、ポケチキのクーポンがもう一つもらえます。まあ、このキャンペーン自体は1月の7日から1月の31日までなので、まあ、とんでもないぐらいのポケチキが好きでヘビーなファミリー 今後ユーザーーザであれば、まあ、こればこを機にファイインペイデビューもいいいのかなと思いますそして今回3つ目の内容なんですけども、このファインペイに今度新しい機能として、回数券というサービスが始まります。まあこの機能は1月の14日から開始予定で簡単に言うと、この回数券を購入して、まあ例えばメールなどを使って友達やまあご家族などにまあプレゼントみたいな形で送れる機能になっています。まあどんなものか実際の画面遷移もあったので引っ張ってきました。 じゃんということで、まあ、ざっと流れの、まあ、画像なんですけども、パッと見る限りは、まあ、ファミペイのサービスというメニューから入って、そこから回数券を購入して、で、購入したいものを選択して、ここで購入すると。そこからこの画面のように、まあ、送りたい相手などにメールなどを通じて、購入した回数券を送ることができるということですね。まあ、いいですね。もう、これをきっかけに、ファミペイとか、まあ、もしくはもうキャッシュレスに触れるという、いいタイミングなのかなと思います。 それではちょっと話は戻りまして、もし今月ファミリーマートを利用する場合のスマホ決済、諸々の還元率をまとめてみました。まあ上から読み上げると、ファインペイと T ポイント、先ほどお伝えした5%還元が1月の27日まで。そして今ちょっと盛り上がってる AU ペイのキャンペーンですね。これが10%から最大でも20%還元を受け,受けることができまして、これが1月の20日まで。で、あとはメリペイのスマート払いという今キャンペーンもあってまして、これ ID 決済のみしかファミリーマートでは使えないんですけども、 それであれば5%還元で1月の31日まで。で、楽天ペイのずっと期間中5%還元のキャンペーン合ってるんですけども、まあ以前あの視聴者さんからコメントもいただきまして、まあこの場合だと実質3%還元となるので、まあ今これを全体を見る限り、まあ還元率が高い順番で言うとやっぱり AU ペイのキャンペーンの方が強いのかなと思います。まあこれはもう1月の7日からスタートしていまして、 で、この AU ペンのキャンペーンが1月の20日で終わった場合、それ以降を使うのであれば、もし T ポイントを貯めたい方であれば、まあ、今回のキャンペーンの5%還元を使うのもいいですし、やっぱりちょっとメルペンのポイントを、あとはもしくはこう枠が余ってるのであれば、メルペンのスマート払い使うのがいいのかなと思います。ま、あ、けどこれを全部、まあ、飛ばしても、やっぱり僕は楽天ポイントを貯めたいっていう方はですね、まあ、楽天ペン一筋でもいいのかなと思います。ま、あ、これは人それぞれ使い方が変わってくるので、まあ、還元率が高い順 とかもしくはもうそれ関係なしにもうあの何かを一点張りで使うのも全然ありだとは思います。 まあそんなことで今回はファインペインに関するキャンペーン、そしてちょっとした還元率についてお伝えしました。まあ今回まとめながら動画にして思ったことは、前回はドコモの D ポイントの思い切ったキャンペーンが開催されていて、それで今回はツタイの T ポイント。で、まさかこの流れで、今度は楽天ポイントのキャンペーンとか来たらちょっと面白そうだなというふうには個人的に思いました。もしあればもうそれはそれで結構ありですよね。 一応下の概要欄に今回参照したファインペンのキャンペーンのリンク、あとは au ペンとファインペンのキャンペーンのリンクも貼っていますので、まあどれを使おうかなっていう風に悩んでる方はぜひ詳細もチェックしてみてください。<laughs> ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。